ました。マッチポイント追撃。アルベスがポイントを上げて。ブロックです。リアクションが大きいのと、普段から個性的なポーズをとってリアクションをしてくるのがすごい面白いなって思います。コート内で熱い選手は誰ですか？はい、ジャンディ・タンティ選手です。普段はすごく静かで、いたずら好きな部分があるんですけど、コートに入ると顔がガラッと変わって闘志むき出しでかっこいいガッツポーズをする本当に熱い選手だなと思います。ブルーキャッツを一言で表すと何ですか？はい、キャラが強いチームだと思います。理由は一人一人すごい癖のあるキャラで、集結すると収まりが効かないっていうのが理由です。今シーズンの意気込みをお願いします。私たちの目標は日本一なので、それを目指してみんなで力を合わせて最後まで戦い抜いていきたいと思います。今シーズンのホームゲームの日程を教えてください。はい、今年の開幕ホームゲームは10月29日30日に石川県輪島市の一本松総合運動公園体育館でトレアローズと対戦します。ぜひお越しください。今シーズンも総力結集、全員活躍で日本一を目指します。ファンの皆さんもぜひ会場に来て BFU ブルーキャッツの応援よろしくお願いします。